こんにちは、かくすけです。やっていきます。グリムグリモアですね。で、前回ガメル先生にタイムリープのことをお話しして、で、それをアドボカート先生にも聞かれて戦いまして、次はアドボカート先生が授業をしてくれるっていうことなので、授業を受けに行きます。はい、楽しみですね、あの先生の授業。悪魔の使い方でしょうね。これで3種類のゲートを使うことになりますね。その語符をいきなり向けるのはおよしなさい。ずいぶんな悪知恵を授かってきたもんです。ね、かわいそうに。持って食いはしません。乗せるとうまい胡椒やソースがここにあったとして。先生、質問してもよろしいでしょうか。はい、一応先生って呼ぶんだね。もちろんです。無知な質問で煩わされるのが今の私の仕事だそうです。気にしないでどうぞ。煩わされるって言ってるじゃないか。あなたがガメル先生に刺激されてここに。これはまた群を抜いてつまらない質問ですね。少しのマナで働くああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。ほら、そうなの？私ほどの悪魔を自由に刺激できるのは世界に唯一、ソロモン王直筆の小さな鍵というグリモアのみ。おお、ソロモン王直筆の小さな鍵。それがあればあなたでも魔王になれるでしょう。なんせどんな悪魔だろうと召喚できるんです。そうなのね、誰でも魔王になれるんだね。けれどそれは私が所蔵しておりますか。あ、そうなの。誰も命の対価なしに私を使いパシリにできます。持ってるんだね、アドボカートさんが。ガメル先生が悪魔に魂を。契約には当然守秘義務も生じますので詳しくは言えませんが、まあお察しのとおり。あ、魂もうすでに持たれてるって感じ。答えに満足しました。生徒リレブラウ、その黒魔術のグリモアを持ちなさい。そうか、それならガンメル先生悪いことしようとしてるつもりなくても魂使われてああなっちゃうっていうのはありえるんだね。講義を始めましょう。はい。特別恐ろしい魔法。楽しみだね。悪魔か。いや、2番目の悪魔、あ、カオスネスト、もう2つ目もらったよ。はい、かっこいい。あ、かわいい猫じゃん。深い混沌を呼び覚ますグリモア、強靭な体育のドラゴンも呼び出すことができる。ちょっと早くない？使い魔グリマルキン召喚解放。黒魔法を操る猫の姿をした使い魔、敵を眠らせるスリープを使う。補助だね。使い魔ドラゴン召喚解放。圧倒的な戦闘力を持つ古代の竜、卵の状態で召喚され孵化する。あー、結構時間がかかるのかな、生まれるまでに。ちょっと早くないですか、今ドラゴンだなんて。敵が使ってたさ、おじいちゃんみたいなやつとちょっとしたキメラみたいな、キラミみたいな、キメラみたいな。あんな怪物が使えるはずがありません。喋っている間にお手手にあるグリモアを開いて早くあいつらの卵を召喚してはいかがです。ドラゴンというやつは恐ろしいが、途中で卵を落としたりして割れば台無しです。話している間に私のドラゴン今にも帰りそうです。かじられないように。なんでこんなことに。声が変わってる、いつもと。アドボカートのゼマ法人の破壊、楽しみだね。インプはエルフと同じくクリスタルからマナを採取することができます。はい、プレイヤーの行く手を阻む赤みがかった柱は大型の使い魔によって破壊することができます。こんなのもあるんだ。あ、ちょっとやれやれ。はい。かわいいな、なんかちょっと。そしてこの猫ちゃんもかわいい。なんか、いいな、好きだぞ、悪魔の子たち。この子は悪魔と思えないしな。
い、わーお、おどろおどろしいのができたぞ。こうやってインプたちが、えへへへ、うん、こっからみんな、え、なに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 、なに、すごい、え、なに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 、え、ドラゴン、ドラゴン、まだ早いよ、ちょっとやめて、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 何の振動、やめてくれ、怖、これレベル上げどこ先に、え、ちょっと待って、そんな、はい、いいよ、何も準備できてないよ、よしよし、レベルアップ、あ、ドラゴン、はい、呼び出してみるよ、ちょっと早いよ、あ、はい、あ、すごい音が近づいてきたような気がする、やめてくれ、この柱を壊してる音だな、だ、やばい、一個壊されてるの見た、ドラゴンの卵ちょっと可愛い、うわー来たちょっとあ、すごいバニラベアっぽいドラゴンだ、え、君はちょっと逃げてて、ドラゴンの卵逃げて、私が、うわ猫ちゃんで、え、無理だって、無理だって、え、早いよ、そんなのまだ無理だよ、え、無理だよ、チュートリアルでしょ、うわー、ダメだ、眠らせて、え、うわ強すぎるよ、やめてくれ、あ、これ選ばないといけないんだ、かー、ここでしばらく待って、やばい、やられるやられるよ、無理だよこんなの、インプがちょっとおとりになって、早く早く早く、今半分くらい、早く、あ、ちょっと連打しすぎだって、え、ちょっと、え、多すぎない、でも今回はこれ生まれるまでが今回の目的な気がする、はい、うん、ちょっと生まれだ、オッケー、やってくれ、あー、あー強すぎるでしょこれ、ちょっと反則じゃない、反則でしょこれ、ちょっと待って、あ、インプを呼び出して、黒魔術でやれっていうことよね、高齢術とかじゃないってことよね、今回やれっていうのは、ちょっとやり直しさせてほしいな、ちょっと厳しいよと、あ、足りない、マナが足りない、もう無理、ドラゴン同士の戦いだ、いやでもお互いドラゴンじゃ絶対勝てないから、ちょっと無理だよ、回復もできないしここのクリスタル取りに行けるはずもないし、ほら一瞬でやられる、無理だよ、強すぎるでしょドラゴン、そんな生まれるまでにそこまで時間かかるわけでもなかったし、でもこっちの方が勝ってるよ、なんかちょっとあっちの方が弱くしてくれてるのかな、いやそんなことない、私の方がやられている、やれやれって言ってもいけるはずがない、いや今回は無理だよ、やり直しだな、あああ、いやー初めての失敗をしてしまう、いやこんな早く来るなんて思わなかったもん、あーもうダメです、強っ、
勝利条件全部破壊無理。ゲームオーバーになってみるか。物は試しだね。これがやられたら終わりです。いや、こんな早く来ると思わなかったよ。チュートリアルでしょ。始まったら速攻ドラゴン呼ばないといけないね。悔しい。はい、はい、続けます。今度はちゃんともっと早くやります。はい、よし、集中するのよ、リレ。はい、あ、プラクティスヒントとか出せてくれるんだ。ドラゴンはグリマルキンのスリープで対処、その間に体勢を整え攻撃すれば楽に倒せます。いや、アドボカートの全魔法陣の破壊。いや、眠らせる前にやられたぞ、さっき。いや、もう速攻を生み出させないといけないね。はい、君たちは頑張って。速攻を生み出して、猫ちゃんで眠らせる。そうですね、眠らせるコマンドを選択してなかったからね。レベルアップからのドラゴン呼び出し、うん、私働いて。はい、あー、来てるよ、なんか来てるよ。インプ2体呼んでおいて、マナを無駄に しないべし。ポン、よし、そこを生まれさせて、ほい。で、インプをこうやって、ガテ。怖いよ、怖いよ、怖いよ。で、猫ちゃんを、ドラゴン1体に猫ちゃんたくさんっていう感じだよね。そうだな、一回ドラゴンに任せて、ちっちゃいのもね、全員やっつけるべきだと思う。というか、ドラゴンもう一体はきついよな、さすがに。来たよ、早い。にゃお、にゃおが、うん、眠らせる。あ、寝た寝た寝た、よし、こんな簡単に遠くから眠らせられるんだね。オッケー、今回はいけるぞ。うん、いけるいける。この人も眠らせよう。あ、眠らせる前に終わりそう。よし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 、強すぎるでしょう。そして眠りも強い。あ、やっと起きたけど、もう遅いって感じだね。あ、猫ちゃんたちちょっと逃げて。あ、仲間も眠るの？ちょっとしまった、間違って眠らせた。え、すごいね、眠り。でもマネが1個減っちゃうのかな。なんだ、いや、こんな早く来ると思わなかったからね、前回は。生まれさせさえすればっていう感じだったね。オシちゃんも攻めに行こう。よし、こっちの方にいるでしょう。あ、よかった。もう一体呼んじゃってもいいぐらいだよ。あ、6人分の人数を取るんだね。君たちもちょっとついていこうか。こうしたらついていくのかな、ひょっとして。仲間を選択したらついていく。回復が欲しいね。さすがにドラゴン回復できたらちょっと最強すぎるだろうな。あ、ついていかないかな。そうか、あ、ついていってる。やっぱついていくんだな、仲間を選択したら。あ、ドラゴンが生まれてる。ちょっと近くまで行って、あ、そんな、うん、遅い。おーし、やってやれ。この子たちはまだ全然マナが溜まってないから、まあ、もう一匹相手のドラゴンが出てきたら眠らせよう。
し。どこで仕返ししてやるぞ。ちっちゃいのがいるな。どこだ敵は。あ、下の方いるな。あ、こっち。あ、眠らせられた。まずいぞ、まずいぞ。ちょっと待てよ。あ、生まれてる。じゃあもう一体行こう。猫ちゃん先にやらないとな。にゃお。猫ちゃんで眠らせるのもいらんな今は。それよりは攻撃をしたいよね。妊婦はレベル上げなくていいのか今回。猫ちゃんちょっと一応生まれさせよう。起きて、起きてくれ、起きてくれ。2体いたらさすがに無理でしょうこの人たち。猫ちゃんちょっとついていって。ひどいことするような。あ、ちょっとやばいぞ。インプでもいいから眠らせろ。これでもいいから眠らせろ。うん、 MP が足りません。あちゃー、ダメ。ドラゴンがもう来ている。いやー眠りきついな。いやー猫ちゃんは常に連れてこないと無理だね。逃げろ逃げろ。敵のドラゴンはもう一体生まれてないよね。あ、いいぞ、やってくれてる。いやー強いなー。おっしゃ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。猫ちゃんたちが先に猫を眠らせて、近づいていくと。よし行こう。 OK、 これで眠らされることはないでしょう。もうついてって。この人はちょっとバグってるねあ、イヤホンが取れてしまった。バグってるね、ぼーっとしてる。ファントムにとってはね、恐怖だったこの人。後ろも攻撃できるってちょっと強すぎるよ。うん、はい、これ、はい。この人なんか何もしないな。ひょっとして攻撃できないのかな、ドラゴンのこと。うん、でその人も倒して、で壊しに行きます。さっきこっちの方にあったよね、下の方に。 OK、 これ猫ちゃんたちもついてきてますね。いや、ついてきてない。そりゃそうだ、選択してないもん。やってやれ。いやー気持ちいい。あ、眠らされる。やばいやばい、やられた、やばい。どうしようか。起こすことはできない。あ、ドラゴンの卵がある。ドラゴンの卵って眠らせることできるの。で、もう一人猫ちゃんを眠らせる。やばいな、この場所がきつい。ドラゴンの卵寝てないね。やばい、でもどうしようもない。もう一体、もう一体、もう一体ドラゴンを呼ぶしかない。で猫ちゃんも呼ぶ。そうか、ここまで来てか、ここまで来てやられたか。どこまで寝、いつまで寝るんだい。早く起きてくれ。あ、よしよしよしよ、やってやれ。ドラゴンさん、この猫ちゃんをなんとかしましょう。先にな、んとかしたいんだけど。うわ、生まれちゃったよ。猫ちゃん、猫ちゃんたち、君たち速攻でドラゴンを眠らせて。よしよしよし、倒した。
張れ頑張れ。寝る寝る、オッケー、いける。あー、これにやられる、これにやられる。よく頑張ってくれた猫ちゃん。ちょっと待って、急げ急げ。と踏まれて、猫ちゃんはこっち行って、ドラゴンをいつでも眠らせられるようにしておいて。いや、耐えられるかな。あ、でもドラゴン相手の方が体力削った。これはいけるでしょう。あ、インプが来た。あ、でもね、起きてるうちは余裕だからね、インプは。よし、大丈夫。よし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 、オッケー。壊せるかな、間に合うかな。生まれてるでしょ、ドラゴン。オッケー。あ、違うよ。はい、連れてこよう。この子ギリギリだもんな、体力。燃やせー。で、その下に何、ずるいぞ。悪魔の戦いのはずなのにあれを呼んでいるじゃないか。よし、降りて、これも壊そう。これで終わりかな。あ、下にもいる。あ、この人か。そうかそうか、これは霊の術だったね、この人は。はーい、やってください。ん？上からもなんか来てるぞ。上の方にもあるのか。うん、これはもう一体ドラゴン呼んでてもいいぐらいだな。あ、じゃあ戻しちゃった。違うよ。これ壊しに行こう。ドラゴンたちが一緒に移動している。はい、選択は資格ね。ドラゴンちゃんを呼び出して、うん、はい。あとはどっちにいるんだ。はい、こっちの奥の方はいない。上の方かな。上の方だろうな、きっと。上の方だ、上の方いる。よし、じゃあ君たちも上に行って。うん、なんか猫ちゃんの隣をスッスッと行ったね、インプが。大丈夫か。あ、こっちに降りてきてる。オッケーオッケー。で、たまごちゃん、そうだ、生まれさせてなかった。よし。いやー、ドラゴン呼び出されたらおしまいだな、このゲーム。太刀打ちできないぞ、眠らせるまで。常に猫ちゃんは持っておかないといけないね。いや、これは一気にレベル難しさ上がるぞ。いいぞ、生まれた。恐ろしいね、こんなドラゴンが3体も攻めてきたらもうおしまいだよ。ここに謎の人がいて、点数稼ぎに倒しておこう。お、なんか来たぞ。余裕だよ、こんなの。おりゃ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 、強すぎる。おりゃおりゃおりゃ、よし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 。上の方にいると思います、きっと。よし、壊しに行くぞ。猫ちゃんたちはまだ必要ないね。あ、いっぱい来た。はい、後ろにいる人たちも攻撃に行こう。
こりゃいけ。これ自分のドラゴンね。よしよし、敵のドラゴンはいないか、大丈夫か。あ、いたな、あったな。よしよし、ちょっと猫ちゃん、あれ猫ちゃんは、あ、どう、わあ、何が何やら分からん。この人ちょっと眠らせておこう。あ、眠かった。ドラゴンの前にはよいしょ、一瞬だったな。よし、移動が遅いのが難点ではあるけどね、まあ、階段も無視していけるし。こういうドラゴンみたいなのがもう1体4体ぐらいいるのかな。前4体ぐらいいるのかな、全部の魔法陣に。また本当に黒魔術は初めてですか。うん、驚きました。まるでカルバドスのようだ。カルバドス、彼についていろいろ教えていただけませんか。ああ、悪魔ね。うんうん、あなたも聞いた通り関わるですか。うん、そういえばあの男の弟子ライオン顔の先生は死の封印をどう考えているのですか。あ、弟子なの先生。シャルトリューズ先生が魔王の弟子。よし、もう大丈夫。え、弟子、ま、魔王はもともとそんな悪い人じゃないのかな。はい、あ、78匹も倒してる。うえー、やったね。王国魔法官になりましたよ。お、新たなページを読み解きました。あ、デーモンね。うん、パワーガトリを手に入れた。お、ネクロマンシーも上がっているじゃないか。死の淵より罪深き霊を呼び出すグリモア、霊体を強める効果もあり、資料が力を増す。うん、シンボルオベリスク召喚解放、近くにいる味方の幽体を回復する。これを使うのか。幽体の回復はゴーストのみアドベント可能。うん、使いマスカルメイジ、よくいるやつね。召喚解放、対アストラル戦に絶大な攻撃力を誇る。うん、これ強いもんね。そうかそうか、これ悪魔じゃなかったから前回攻撃されたんだね。で、なんか手に入れたよね、さっき。あ、デーモン、デーモン。使い魔デーモン召喚解放、鋭い爪と頑丈な肉体を持つ使い魔。うん、これはやっぱ悪魔だね。オッケー。シャルトリューズの研究室。誰だお前、ここで何してるんだ。ここはシャルトリューズ先生の部屋だぞ。はい、そうか、時間が巻き戻って彼とまだ出会ってはいないんだった。ああ、お前マルガリタが言ってた新入生だろ。うん、名前はリデだかリルだかだ。俺の名前はバティド・バランタインでしょ。へえ、会う前から俺に目をつけてるなんて。なんだよ、気でもあるのか。そんなわけないじゃない。赤くなってる、かわいい。あなたが覚えておけって言ったくせに。あ、そうね。あなたこそどうして先生の部屋にいるの。俺は錬金術を専攻してるからな。先生の研究を微力ながらお手伝いしているのさ。ライオン先生の弟子か。バティド君、壊れた蒸留機の片付けを手伝ってもらえますか。おや、君は誰かな。先生、私は新入生のリレ・ブラウです。はい。これは失礼、聞いていますよ。うん、何用かね。個人的に魔法使いカルバドスのことを調べてみようと思い立ちました。なんかいきなり言ったら噂で先生が怪しまれないと聞いたものですから、お話を聞けないかと伺いました。お前、出し抜けに失礼なやつだ。だよね、だよね。錬金術師が知識への欲求を否定はできませんね。ああ、そうね。そう、あの方は素晴らしい先生でした。ガンメル先生、魔女ルジェと共に、ルジェ3人で賢者の石を作った話は有名でしょう。ああ、石の話、ガンメル先生も一緒に作ったんだ。偉大な方でした。あの恐ろしい悪魔ギムレットと契約し、うん、魔王とまでは。あ、じゃあその人
と契約した。よくわかんなくなってきた。最後はご存知の通り、先生お二方に撃たれました。ああ、そうなんだね。カルバドスの魂を封印しているそうですね。うん。詳しいですね。契約切れでギムレットが彼の魂を狙っている。うん、守る意味もあるんです。そうなんだ。契約切れ。彼がまだ必要なのです。この塔に隠された賢者の石のある部屋は彼しか知らないのだから。あら、皆さんお揃いね。お邪魔でしたかしら。いえいえ。ああ、頃合いですね。奥の部屋で待っていなさい。キメラのせいで少し散らかってはいますが。バティド君、例の準備を。うん。すみませんね、リレ君。仕事がありますので、続きはまた次の機会。こんな生徒と仲良くしてる先生、珍しいね。参考になりました。ありがとうございます。明日、先生の講義を受けてもよろしいですか？やった！もちろんです。お待ちしてます。あ、かわいい。はい。よし、楽しみだね。今まで錬金術タイプの登場したことあるっけ？敵としても。はい、セーブします。いや、楽しみだな。ここの動画で今日撮るのやめにしようと思ってたけど、ちょっとやりたいな。続けてやるか分かりませんが、次回もお楽しみ。ご視聴ありがとう。